はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は先日から開催されているネットスタジアム、こちらのイベントの累計がですね無課金アカウントの方でもしっかり回収が終わりましたので、今回そちらの動画を撮っていきたいと思います。先日ね無課金アカウント4日前か5日前ぐらいだったかな、外国人 OB 登場した直後にもですね1本動画を出しているので、そんなに感覚はね、今回空いていないかなと思うんですけれども、今回まずネットスタジアム無課金的な部分のお話から、その後契約書の開封、そしてその契約書で出た外国人 OB 選手を使って即リアタイ1試合ねやっていきたいなと思いますので、まあ、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、まずはネットスタジアムなんですけれども、しっかりですね累計の方を回収してきました。ランキングが212,429位ということで、今撮影をしているのが9月の25日の15時なんですけれども、まあこの時点で21万人ということは、最終的にはまあ30万人超えるかな、というところが達成するんじゃないかなと思っております。いや過去のランキングイベントでもここまで累計回収してる人が多い時ってなかなかないんじゃないかなって個人的には思うんですが、まあそれだけ外国人 OB がね、注目だったというところかなと思います。でですね、まあ、メインアカウントの方でもいろいろと考察をしたので、簡単にだけ、していきたいと思うんですけれども、この無課金アカウントではですね消費エナジー、前回の動画で1540エナジー持っていたところから今1278エナジーまで減っていますので、まあ、全体で270ぐらい使ったという感じになります。ただ、ガチャの方をですねボーナス上げのために A ランク確定ガチャを3回回しております。なのでそこで75エナジーは使っているので、まあ、ネットスタジアムだけで言うのであれば200エナジー弱ぐらいで終わったっていう感じですね。180ぐらいかなというところです。まあプラス自然回復部分もね、もちろんやってはいましたが、ちょっと1日早くね、まあ、動画の関係上もありまして終わらせていますので、まあちょっとその分エナジーの消費は多くなったかなという感じです。あとはね僕実はこれ見ていただければわかると思うんですけど、一つ失態をしておりまして、まあ、先日ね無課金アカウントの動画の中でカブレラ選手の B ランクがね、ボーナスで入っていたと思うんですけど、そのカブレラ選手の B ランクをまさかの特訓に混ぜてしまうという大失態を犯しましてですね、まあそこの部分でもちょっとパーセンテージ損したなというところでございます。あとは自チーム OB A ランク契約書ですね、そこをまあこのね S ランク契約書で当てた選手を、引きたいなと思っていますので、まあそこの部分でもボーナスパーセンテージ多少は損しているという状況ではあるんですけれども、ただそれよりも S ランク外国人 OB の限界突破部分をね優先したいなということで、まあ自チーム A ランクに関しては温存してました。まあでもやっぱりネットスタジアムは結構エナジー使いますね。 200%、300%、 そして白熱に関してはこの無課金アカウントでも3倍試合使ってましたし、ただまあ全試合自操作をねこの無課金アカウントは、しました。 100% でも 200% でも 300% でもないしは星1の低いスタジアムでも全試合しっかりね自操作をしてきましたので、まあそこの部分では消費エナジー抑えられたのかなというところです。うん、ということでございまして、ちょっとプレゼントの一括受け取りからやっていきましょうか。まあもちろんネットスタジアム以外のエナジーとかもありますので、どれぐらいあるかというところなんですが、おー220エナジー返ってきましたね。まあ今回のイベントだけで言えば138エナジープラスご祝儀報酬という感じなので、まあその他の部分も非常に大きかったな、ログインボーナスとかも含めて非常に大きかったなというところです。さあということで、ちょっと今回もゴールド契約書からと言いたかったところなんですけど、あんまり今枠に余裕がないので、しかも期日的にも結構余裕があるので、これはまた、いつかまた別のタイミングでやります。ということで確率契約書がね2枚あるんですよね。 S ランク 10% が2枚あるので、ここを開けていきたいかなと思います。まずはネットスタジアム400万人の方からいきます。さあ 10% 2枚引いたら1枚無課金アカウント的には欲しいな。マジで無課金アカウントは本当に確率契約書が重要すぎる、頼む。まあ 10% はねそんなに簡単に。おお藤田選手ありがとうございます。昨日メインアカウントの方で引いたばっかですね。ここ最近メインアカウントの方ではめちゃめちゃ楽天の選手が出まくっておりますが、無課金アカウントの方でも一発目から楽天の選手。さあそしてログインボーナスの 10%、 ログボデイスランク欲しいね。マジでログボデイスランク来たらマジで激アツ。さあ頼む。割れた。いやーまあねそんな簡単にはいかないっすよね。おでもおかわりくんの A ランクは嬉しい、これは嬉しい、ありがとうございます。 OK、 おかわりくんに関してはですね、実はタイムスリップ第4弾でしたかね、おかわりくんがね引けておりますので、まあここに限界突破するっていう作戦ももちろんあるんですが、個人的にはねアニバーサリーも中村選手出ることが確定しているので、まあそこまでちょっと様子見でもいいかなと思っている部分もあります。もし仮にねアニバーサリーでおかわりくんが引けた時には、この S ランク、このタイムスリップのものとプラス A ランクがですね今一応2枚あるんですよね。
というところでは、まあ、そっちを限界突破3回まで持っていった方が、まあ、理想的なのかなというところもあるので、まあちょっとアニバーサリーで弾けるかどうかっていうところで考えていきたいかなと思ってます。はい。で、契約書の開封外国人 OB やるんですけれども、もうここで狙いの話をしますと、まあもちろんやっぱ今回ね、打てるファーストの選手は補強ポイントではあるかなと思っているので、個人的にはかなりピンズドな補強が、できる可能性が非常に高いなと思っています。そしてまあ野手はね、かなりいいメンツになってきたので、まあ投手陣考えていってもですね、まあ先発は本当にかなり素晴らしいラインナップになったかなと思っています。なのでまあ先発の選手ももちろん嬉しいんですけども、あと抑えの選手がね今現状いないので、Sランクがって考えたら阪神レベラ選手、ちょっと選手評価動画の中では低い評価になっちゃったんですけども、まあそこでも全然、この無課金アカウント的には嬉しいかなと思うので、まあそう考えていくと本当にこの無課金アカウントはこの外国人 OB 誰が来てくれてもマジで OK 状態だなっていう感じなので、まあ狙いとしてはファーストの選手か、まあリベラ選手抑えっていうところではそこの2点狙いになるのかなという感じではございますが、もう早速ね契約書の方を上げていきましょう。まあもうガチャはね、この無課金アカウントの方ではもう外国人 OB 一切引かないと決めておりますので、まあそう考えていくとやっぱり契約書が重要ですね。あとはファルケンボーグ選手とかでも全然いいな、中継ぎももう一枚欲しいなっていう感じなので、うん、全然ファルケンボーグ選手なんかでも OK という感じですね。じゃあ行きましょう。ネットスタジアム累計1000万人達成の報酬です。まあ無課金アカウント結構しんどかった、まあ、ボーナスがねなかなかメインアカウントに比べても低いのでなかなかしんどいイベントでありましたが、ここでね、選手をしっかり獲得して、そしてその選手を即使ってリアタイやっていきたいと思いますので、このリアタイ部分でも非常に強い選手来てくれたら嬉しいです。じゃあ行きましょう。Sランク外国人 OB 契約書、ありがとうございます。まあでも割と今回本当に気楽に引けますね。うん、本当に気楽に引ける。さあ、ただもちろんねピンズドの補強がしたいのは間違いありません。さあ誰が出るか、無課金独特のこのワクワク感、誰が出る。おおよし、オッケー、これはオッケーでしょ。うん、もう完璧です。はい、完璧な補強ができました。無課金アカウントにとっては本当に嬉しい引きができました。うん、これはめちゃめちゃ嬉しい。じゃあもう早速オーダーに入れていきましょう。はい、こちらということでございまして、ついにこの無課金アカウントオーレス達成しました。ありがとうございます。いやー嬉しい、これはめちゃめちゃ嬉しい。まさかこんなピンズドな補強できるとはっていうところは正直なところなんですけど、まあ S ランクに関してはね、この無課金アカウント結構ポジションかぶりがひどくて、まあライトがめちゃめちゃ出たりとか、セカンドがめちゃめちゃ出たりとかっていうところで結構かぶったりしてしんどい思いをしたところもあったんですけれども、まあ約半年ですね、半年弱ぐらいで、ちょうどねオーデスランク達成できたので、まあこれは非常に嬉しいかなと思います。ということでもうこうなったらね、もう自チームは阪神にする他ありません。自チームを阪神にして A ランク自チーム外国人 OB 契約書、これ2枚受け取りましょう。まあ本当にね、将来的なこととか考えちゃうと、まあカブレラ選手とか、まあ欲しいなっていうところでもあるんですけども、まあこの外国人 OB はね、そうそうもう2度目の登場っていうのは正直、まあ近い将来ではなかなか考えられないかなっていうところもあるので、もうここは現実的な補強をねしっかりしていきたいと思います。ここで、リベラ選手を2枚獲得ということで、無課金アカウントこれでリベラ選手は超に確定ですね。うん、まあとりあえずこれで育成は進めていきましょう。 OK です。はい、ということでございまして、冒頭で予告した通りここからですね、ちょっとリアタイを1試合やっていきたいなと思うんですけれども、今回はリベラ選手を引けましたので、リベラ選手をねしっかり抑えに入れて、まあレベル1なんですけれども、もうこのまま使っていきたいなと思います。はい、ちなみにリアタイに関してもオーダーはそこまで変えてません。はい、もうリーグオーダーとほぼ同一じゃないかなと思います。さあピッチャーの部分がちょっとねやっぱ辛いっすね。まあ本当にピッチャーはまあなかなかリアタイ向きな選手をそんなに持ってはいないので、まあこの辺とかもねレベルがマックスになったら、使おうかなっていう感じですね。でこのタイミングで無課金アカウントの方でもリアタイをやるにはちょっと理由がありまして、まあ最近ねリアタイをやってほしいというコメントもたくさんいただいてるんですが、まあそれ以上にですね、ちょっと最近あんまリアタイやってないよという方とか、まあリアタイ全然やってないよっていう無課金の方にちょっとお話をさせてもらいたいんですけれども、まもなくですね、気づいたら今期、このリアタイの今期も終わるというところで、9月の30日までだったかな、で1回のシーズンが終わるんですけれども、そこまでにですねプラチナランク一番理想は3まで上がるのが理想だとは思うんですけれども、まあ、せめてプラチナランク1までね、上げておきますと、まあ、かなりのエナジーがですねこうもらえます。はい、この辺結構ね最近始めた方とかだと気づいてない方も、まあ、多いのかなというところなので、ちょっと今回ここでね、お話をさせていただきたいなと思っています。で僕も最近本当にリアタイ全然やってなかったんですけど、今期ちょっとねなかなか出遅れてはいますが、無課金アカウントの方もなんとかプラチナランク3、まあせめて1まではね持っていきたいなと思っているので、まあ、ちょこちょことねこの無課金アカウントもリアタイやっていこうかなという感じです。はい、ということでもうやっていきますか。
まあ今回はねリアタイの試合がメインというよりかはリベラ選手を使ってみようっていう回です。はい、まあリベラ選手メインアカウントでも A ランクはね当たっているんですけれども、全然使用してはいないので、まあ、どんな使用感なのかっていうところ個人的にも楽しみだなというところです。はい、さあ頑張っていきましょう。ちなみに今僕は7連勝中です。頑張りましょう。連勝を動画で止めないように。お、甲子園ですね。いいね。甲子園でリベラ選手使うのめちゃめちゃ嬉しい。まあ、あれ、このリアタイメカキンアカウントは、まあ、もうちょっと打てる選手、いや、でも割と理想的なモダンにはなってきましたけどね。ただやっぱファースト欲しかったな。ファーストの選手欲しかったなっていうのはちょっとありますね、正直ね。さあ、先発は僕は今回、田畑選手連れてきました。まあ、田畑選手もね、甘い。それは甘すぎる。それは甘すぎる。もういいや。ちょっとここでもう早速スイッチします。もう早速使いましょう。リベラ選手いきます。どうなんだろう、リベラ選手は汎用なのかな。ホームはめっちゃ能力下げられてる。まあ、そりゃそうだよな。まずはストレートでしょう。あー、汎用ですねこの投げ方ね。固有じゃないんだ。まあ結構今回の外国人 OB ブーマー選手とかですら汎用なはずなので、確かね。だから、まあそこだよな。そこがちょっと辛いよな。せっかく外国人 OB 登場してる以上、まあできればホームもね追加してほしかったなっていうところですけども、まあなかなか全選手っていうのも難しいんだろうなっていうのもわかるんで。さあ、ただちょっと配球が難しいな、リベラ選手。まあ今のはいい球だったね。やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。あんま向こうがストレート張ってきてない気がしますね。ちょっと配球云々もない球種なんだよな、ちょっとな。次が3球目。はい、よし。打ちました。相手投手は金子千尋選手、オリックス時代の金子千尋選手ですね。あー、懐かしいやつだ。1年前のやつだ。カットボールね。ちなみに僕もねメインアカウントの方で金子千尋選手日本ハムバージョンのねやつを使ってるんですよね。うわー、入ってんのかそこ。1番ギータが出れるかどうかがこの無課金アカウントのリアタイの鍵を握っている。いやー、ボールやった。2番中地。まあメインアカウントだったらね右バッターよりも左バッターの方が好きだとかいろいろ言うんですけど、無課金アカウントはそんなことも言ってらんないからね。うわー。ちなみにこのオリックスバージョンの金子千尋選手ってツーシームあるの？あ、ツーシームないのか。日本ハムバージョンの今のシリーズ1のやつだとツーシームあるんですよね。どう？あー、切れるか。惜しいな。どう？超えるでしょこれは。よーし、よーし、とりあえず同点ランナー出た。割とやっぱ打線はね、エキサイティングで。きたー！あぶねえ。あぶねえ。ホームランできなかった。例えばリアタイもね、全国大会開催がね、お知らせ出ましたんで、この無課金アカウントはもう必然的に純正は出れないんで、まあテクニカル杯に出ようかなと思ってます。ただ メインアカウントの方はね、まあ純正かな。ただどっちかっていうと無課金アカウントの方今回頑張りたいかな。まあ、ぜひちょっとコメント欄で皆さんどっちの大会にエントリーする予定かとかね、ぜひコメント欄書いていっていただけたら嬉しいです。さあ逆転するよ。さっき A ランクが出たおかりくん。よし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 、ボール、よーし。おー、パスボールしてる。さあ、ワンアウト満塁。この浅村選手いけたのも結構でかかったなーって個人的には思ってますね。ツーシーム持ちね。やべえ、危ねえ危ねえ。ちょっとカーブには全然頭がなかった今。メインアカウント、無課金アカウントで合計 S ランク5枚今シーズン当たったロメロ選手です。マジでロメロ選手謎の縁があるんだよな、今シーズン。よーし、オーケー。さあ、ここで銀次選手です。でも銀次選手も個人的には割と打ちやすいと思うんだよな。ラインドライブの選手の中ではかなり打ちやすい。まあ左バッターが好きだからっていうのもあるんかな。あと打ち方かな。で個人的には結構打ちやすいなと思ってますね。と言った以上はしっかり打ちたい。一塁ランナーを返せばさよならコールド。あー、やばい。優勝決定試合で同点タイムリーを打った小林選手です。あの時のような華麗な右打ちがしたい。全然右打ちじゃなかった全然右打ちじゃなかったけど、まあ OK。 さあ、もうギータで決めよう。リベラ選手はとりあえず無失点に抑えてくれたからもういいでしょう。決めちゃおう。多分なんかすごい逆風吹いてる。あー、バッターは何を待っているか。
オーケー。はい、ということでございまして、もうリベラ選手の出番めちゃめちゃ短かったんですけれども、まあ、獲得して即ね勝利投手にしてあげることができたので良かったかなというところでございます。まあ、さっきも言いましたけれども、この無課金アカウントもねちょっとエナジーのためというところでもありますが、しっかりリアタイの方をプラチナランク1位まではとりあえず上げてエナジー回収しておきたいなというところなので、まあ、僕もちょっとできる限り時間を作って頑張ろうと思ってますので、ぜひね最近あんまりリアタイやってなかったなとか今季全然やってなかったなという方はですね、まあこの機会に9月30日まであとちょっと日が迫ってますが、ぜひねリアタイやっていただけるとエナジー的には非常に惜しいのかなというところでございました。はい、ということでございまして、今回は先日から開催されているネットスタジアムの累計を無課金アカウントで引いて即その選手をねリアタイで使ってみるという企画だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあそうですね、今後の OB とかあとはなんか累計で引く系に関しては、まあ、こんな感じでプラスリアタイみたいな感じでやるのも面白いかなというふうに思いますので、まあぜひですねこれから無課金アカウントの動画そしてリアタイの動画楽しみだよという方はぜひともね高評価そしてチャンネル登録を教えていただけると嬉しいなと思います。前回服でねやってる無課金勢の方とかもそろそろ累計終わったぜという方とかもね、多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ね、皆さんの結果はコメント欄にて書いていただけると嬉しいかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。